シュトゥットガルトホルプ線は、バーデンビュルテンベルク州シュトゥットガルトから、ボーデン湖へ向かう、バーデンビュルテンベルク州の鉄道路線である。この路線は1874年から1879年まで、ビュルテンベルク王立鉄道によって建設された。現在シュトゥットガルトからチューリヒまで、IC 列車はこの路線を通じて運行される。ドイツの南西部の貨物輸送部門にもこの路線は、 ホルプ人間区間と共に重大な意味を持つ。シュトットガルトハティンゲン線1名5位線はフランケン線と一緒に北へ向かい、次にその路線から離れて左の曲線で南へ向かう。列車はシュトットガルト市内区間の坂を登ると、シュトットガルトファイヒンゲン駅と中央駅の高度差は200メートルぐらいになる。周辺のシュトットガルト盆地の景観のゆえにこの区間は、 パノラマ鉄道という名をもって、ドイツで美しい市内区間の一つだと評価される。列車は、シュトットガルトロール駅から西南へ向かい、ボエブリンゲン・ヘレンベルク区間では、初苑部不自然公園の側で走行する。オイティンゲン駅までこの路線は、5位地帯を貫通する。オイティンゲンからこの路線は、熱火川に沿って、ホルプまで高度は低くなる。 ホルブ駅の寸前には上ネッカー線が合流して、ボーデン湖の方面にこの路線を継承する。合意線は、車体継車式車両の運行に適合している。オエスターフェルト、シュトゥットガルトロール間は、中の S バーン線路と合わせて、複々線となっている。1873年3月22日に、交付された法案によりシュトゥットガルト、ヘレンベルク・オイティンゲン・フロイデンシュタット区間の、 鉄道敷設が決められた。この区間は複雑な線形、最大勾配1時52分、多いトンネルで工事するに固い区間であり、鉄道技術者のゲオルクフォンモーロクが設計を担当した。1874年6月1日オイティンゲン、旧駅ホルプ区間はナーゴルトタ2線の全通で、すでに開業されたものの、その目的は、 ホルプト・シュトットガルトの直接連結ではなかった。ビュルテンベルク国鉄のシュトットガルトフロイデンシタット線は1879年9月2日公式的に開通された。5位線の開通以後、シュトットガルトトゥトリンゲン間の走行時間は3時間まで短くなり、1900年から特急列車はシュトットガルトイメンリンゲン区間で毎日3往復で運行された。この路線は 貨物輸送で重要な意味を持って、1897年40万トンの商品が輸送されるほどだった。初期には、5位地帯から農産物がシュトゥットガルトに送られて、工業の発展で工業生産品もこの路線を通じて運搬された。第一次世界大戦が終わった後に、1922年10月、新しいシュトゥットガルト中央駅が開業された。ドイツ帝国鉄道は、 シュトットガルト市内の経路を変更して列車の北駅を経由する必要がなくなった。1920年代からビュリテンベルク自由人民自治州はこの路線の複線化と改良を実行した。その目的はベルリン発スイスイタリア行きの国際列車を5位線の経由で運行することとフランスとの高線地ライン国線の代わりにこの路線を使って 兵力及び物資輸送を断絶させないことだった。1941年戦争中で回収作業が中止になるまで帝国鉄道はオーバーンドルフ周辺の 2.3km 区間の例外にしてシュトットガルト・トトリンゲン間を伏線化した。1945年2月まで5位戦では大きな破壊はなかったが連合軍の空襲でヘレンベルク駅舎、ホルプ駅舎、 ロトバイル駅舎、シュパイヒンゲン駅舎、トゥトリンゲン駅舎は重大な損傷を受けた。ドイツ軍も1945年4月、ボエブリンゲンとシュトゥットガルトの間に数々の橋梁を爆破し、終戦まで列車運行は不能となった。1946年8月にファイヒンゲン信号扱い所における信号装置が復元されて、列車運行がようやく再開できた。 1950年代以末に列車運行は戦争前の水準まで回復された。イタリア人労働者の流入でシュトットガルトイタリア間列車は再び運行された。1963年連邦鉄道は地域輸送の速度向上のためにシュトットガルトボエブリンゲン区間の電化工事を行った。 1982年から1983年まで、オエスターフェルトロール区間は、S バーン延伸のために、複々線で改良された。1985年、シュトゥットガルトのシティトンネルは、この路線と結ばれ、S バーン路線は、ボエブリンゲンまで延長された。1991年まで優等列車の便数が、8往復に増加して、5便は、チューリッヒを経て、 イタリアの主要都市まで運行された。1992年12月5日には、シュトットガルトの S1 系統がヘレンベルクまで延長された。1999年、車体系車式のアイス415型がこの路線に投入され、2006年に同じ種類の411型に置き換えられた。2006年12月に、チザルピーの列車の列車編が、 車両不足のため廃止されて、イタリア方面の直通列車は、その以後をなくなった。2017年12月から IC2 列車が、主に運行されている。シュトットガルト・ボンドルフ区間の運賃システムは、シュトットガルト・ウミユ、運賃連合により管理されている。エルゲンチンゲン駅は、中便ゲン群にあるので、ボンドルフ駅を含めて、運賃システムは、ネッカー・アルプドナ運輸連合に属する。 オイテンゲンホルプ区間はフロイデンシュタット軍運輸コミュニティの運賃システム適用区間である。合意線は国際的な貨物輸送の観点からライン国線の交通量を分散するためとても重要な路線であった。貨物の二役施設は少ない例外で廃止された。コルンベストハイム総車場を出発した貨物列車は1970年代まで三角線を 通じて、旧シュトットガルト西駅を通過した。S バーン導入以後、貨物列車の経路は、ランクバッハ線経由でこの路線する経路に変更された。185系電気機関車が主流となっている。インファレストラクチュレジスター。DEUTSCHEBAHN.com。d b n e t a g 2 0 2 1年2月3日、閲覧。 ボーフォームメカニッシュアインハイト M43 ベルリーナーステルワーカーで2020年3月26日閲覧 DB ストレケナマー740ドイチェバーン2021年3月20日閲覧リニュネッツカーブントスキュネネッツ VVS でバーキーヤーズウントタリュフバーバンドシュトゥットガルト2021年3月20日閲覧ネチプレーン ナルドでバーキーサーバーバンドネッカーアルブドーナウ2021年3月20日閲覧タリフジェバイエット VGF インフォでバーキーアーズゲマインシャフトランドクライスフロイデンシュタット、GMBH2021 年3月20日閲覧ありがとうございます